希望の方、光はここにある。大川隆法。序章、希望について。希望は各して実現される。1、希望実現の基本的な考え方。目指している希望は正当化。希望についての話をします。一般的に希望の実現は、幸福の達成そのものでもあります。幸福の科学においても、希望の実現は求めている幸福を達成するためにとても大事な考え方であると言ってよいでしょう。そもそもいかなる希望を胸に抱くかということは、ある意味でその人がいかなる人物であるかということを表しているものなのです。また何を希望するか、どのような事柄の実現を心から願うかということは、その人の人生の運命を方向づけるものであるとも言えます。すなわち、その人の希望を見ればその人の運命が見えるということです。しかもその希望が表面的な、一時的なものではなく、自分の人生にとってどうしてもそうでありたいという願いとして、繰り返し繰り返し長期にわたって深いところから出てくるものであれば、それはやはりその人の本質と深く結びついていると言えるでしょう。したがって、まず点検されねばならないのは、目指している希望なるものは正当であるかということです。希望の実現はまずはこの点にかかっています。正しい希望であるならば、その実現を目指すことはもちろん良い方向であり、それによって他の人を害することもありません。また天上界の諸霊も、その実現を導くことにおいてためらうことはないでしょう。まずその思い、願いの正当性はどうであるかということを常に自己点検する必要があります。その希望は自分の心境や努力にふさわしいか。これまで私は様々な著書の中で、この世においては思いはすぐには実現しないで、実現するまでに時間がかかる。ところがあの世においては思いは即実現するとよく説いてきました。しかし、より厳密に説明するとしたならば、あの世においても思いが実現する場合と実現しない場合とがあるように思われます。それはこういうことです。もし額面通り、時期通りに思ったことが即実現するということであるとしたら、地獄界というところに住んでいる人たちがここから逃れたいと思えば、それは即実現するはずです。彼らが天上界に上がりたいと思えば即実現し、天使になりたいと思えば即実現するはずです。ところが現実にはなかなかそうはいかないという事実があります。一方、天上界の諸霊の場合はどうでしょうか。死んで間もない人、あの世へ帰ってまだ不安内な人が天使になりたいと思えば即天使になれるでしょうか。これもそう簡単にはいかないのが現実です。天使になるには、天使になるだけの修行をし、それだけの力が備わっていることが必要となります。天使になりたいと思うことは目指す方向としては良いとしても、実際に天使になるには一定の要件を満たすことが必
要であると言わざるを得ません。逆に天使が地獄の悪魔を目指せば即なれるかというと、これもまたそう簡単なことではありません。天使であるということは、長らく善なる心を維持し地獄の悪魔の心境を目指さないことをもって人生の指針としてきたということです。そのため天使は演劇の俳優のように一時期地獄の悪魔を演じることはできても、地獄の悪魔として長く生きることはなかなか難しいのです。陸上で空気を吸って生きているものが水の中に住めないのと同じく、また水の中に住んでいるものが陸上に住めないのと同じく、長い間天使が地獄の悪魔のように生きることは難しいものなのです。これが意味しているのはどういうことであるかというと、思いは実現する、願いは実現する、希望は達成されるというけれども、希望はその人にふさわしい形で達成されるといった方がより正確であるということです。あるいは仏教的なる因果の違法というものを含めて述べるならば、すなわちある原因があって結果が生じるという善因善果、悪因悪果の考え方を入れるならば、希望はその人の心境にふさわしい結果を引き寄せると言うべきであると思われます。この世に生きている人が自分の現在の立場と大きくかけ離れた希望を抱いた場合は、希望が実現しないと悩むこともあれば、その希望とは正反対の結果になることもあるでしょう。希望の実現においては、やはりその人の心境にふさわしい結果が現れてきます。その人の人格にふさわしい結果が現れてきます。その人の努力にふさわしい結果が現れてきます。その人の才能にふさわしい結果が現れてきます。思いとその結果が大きく隔たっている場合は、大抵自分自身の現在の在り方、すなわち自分自身の努力や反省や才能、対人関係における自分の在り方が正しく見えていないために、自分の予想していない結果が現れてきているのです。もしその願いがあなたにふさわしいものであって、あなたがその願いを持つにふさわしい生き方をし努力をしているならば、そしてその願い通りの結果が現れてくることが、あなたにとってまさしくふさわしい結果であり、他の人からもそう思われ、天使からもそう見えるのであれば、その願いは必ず実現します。この世的時間における遅い早いはあるにしても、必ず実現するのです。願いが実現しないのであるならば、それはその願いが正当ではないか、あるいはその願い通りの結果が少なくとも現在のあなたにふさわしくないか、このどちらかだと言えます。強く願ったことが実現しないのであるならば、まずその希望が正当であるかということ、次にその希望が自分の心境や努力にふさわしいかということ、この2点をよく考えていただきたいのです。そのズレの中に、あなた自身の人生を見直し、また努力して
それを改善していく余地があるのです。人間心を離れた大きな見地からの配慮もある。もう一つには、いかに優れた人であっても、この世に生きている限りは、三次元的なる肉体生活に基づくものの見方をしているために、物事を完全に見通すことはできないということもあります。有限の人間としての限界において、どうしても見通せない場合はあるのです。その場合は、今世限りではなく、もっともっと長い目で見て、どのようになっていくかという観点から考えなければ、その結果を論じてはいけない面もあります。したがって、もう一つ、人間心を離れた大きな見地からの配慮もあるという点も知らなくてはいけないのです。自分の希望通りの結果が生じることが、あなたにとっては自分にふさわしく思えるかもしれません。ただ、もっともっと大きな見地から見たならば、神仕組み、仏の作った仕組みにおいては、あなたの希望とは違ったコースや結果が現れる方が、あなたの人生にとって良い場合もあるのです。その場合には、それを潔く受け入れる気持ちも必要です。2. 希望を達成するために、祈りにおいて聖なる自己実現を、希望の実現についての基本的な考え方を述べてきました。希望が実現するということは、幸福の基本です。人間として生きていく以上、希望は持ちたいものです。そして希望は達成したいものです。その希望が正当なものであり、天も人も受け入れるものであることを願いながら、日々精進していくことがとても大事です。そのようにして、あなたがあなたとして生きていく間に、どうしても道が見えない、迷って苦しい、ということもあるでしょう。苦しみの中において、自分は何を求めたらよいのか、悩みの中において、自分は何を目指せばよいのか、と迷う時も、おそらくはあるでしょう。そういう時がない人は、一人もいないのです。行き詰まった時、迷った時、道に迷って苦しんだ時、打ちひしがれた時、肉体的な生き方の中における自分の限界を痛切に感じた時、そういう時には祈ってください。本当の意味で祈りこそがあなたに与えられた最初にして最後の手段なのです。祈りにおいて、祈りの中において、聖なる自己実現を目指しなさい。祈りの中において、現れてくる結果を心静かに受け入れなさい。正しい祈りは必ず聞かれるでしょう。人間にはこのような大きな力が与えられています。人は困難、苦難に遭遇し、自力ではもういかんともしがたいと感じることによって祈りというものに出会うことができるのです。希望を達成するために最後は祈りなさい。その希望が自分一人では実現できないと思われるものであるならば、多くの人々と力を合わせて心を合わせて祈りなさい。必ずふさわしい結果が現れてくるはずです。それを心静かに受け入れる心境を持つことが大切です。勇気と知恵が問われる。希望について正当性が必要である。
自分にふさわしい結果が現れてくることを受け入れるべきである。人間心を超えた大きな見地からの修正、調整もあることを受け入れるべきであるということを述べました。そしてどうしても道が開けないときには祈りという手段を使いなさいということを述べました。祈りは必ずあなたを救うでしょう。さらに最後の道として、希望を実現するためには勇気も必要だし知恵も必要だということを付け加えておきます。希望がなかなか達成できないのであれば、それはあなたに勇気があるか知恵があるか知恵を尽くしたかということも問うているのです。そのことを忘れないでください。祈りを生活の基本の中に取り入れ、勇気と知恵もまた希望の実現のためには必要なのだという視点を忘れないでください。そうすればあなたの心には火が灯り、やがてその火は世界を照らすことになるでしょう。希望はかくして実現されるでしょう。簡単ではありますが、これが本書の序論とでも言うべきものです。